第7位監視カメラに映った不幽霊の姿これは UNILAD というサイトからピックアップしたものですけどもこれねかなりりはっきり映っきてるんですよで車の向こう側に立ってる人が前かがみになるような姿勢になってそのまま消えるっていう感じなんですね、まあ、見ていただければわかるんですが、はい、そのまま消えるでこの動画は監視カメラの映像なのではい、見てくださいなんかこれトランクでごちゃごちゃってやってますよねごちゃごちゃって。 ってやっていてい屋根の向こう側って言ったらいいのかなに林が広がっていますけどもそこが行くのかかかななな今ははい動いたか、はい動たた俺っっちゃこれねよくあの言うじゃないですか僕霊が写るパターンで霊写真のパターンで誰かと長を合わなきゃっていうことをよく念頭に置いてこういうのを見るんですけども霊写真にしてもそうなんだけどもでねそういうい結果あのー 霊写真、幽霊、ビデオ、心霊ビデオ。というようなことで言っているんですけども。自爆霊かな、それとも不幽霊かな、どっちかというと不幽霊だと思うんだよな、みたいな感じで見ています。うん、アゴダのコマーシャル入ってるか、俺。うん、そう、そう。アゴダね。アンネクスペクテッド、し、コマーシャル。はい、来た。これで、ね、鶏の声がしてるでしょで、これね、人がね、現れると。 ほら、静かになるのね。あ,いいあ,あ、これ、前出た、あ、もいた。はい。ほら、わかりました。今の。ちょっと前かがみになって、車の向こう側に消える。で、これが現れた瞬間に、鶏の声がね、シーンってなるんですよ。でね、うるさく鳴いていた鶏が人影を察知したように、さーっと静かになるのが。これ、タイミング良すぎないかっていう感じ。を思いました。 でこの透き通った人は車のすぐをすぐ向こう側まで歩いてきて森の中からねでしゃがむような仕草を見せたあと姿を消しますうんでトランクの中を探っていた男性がこっちそのまま歩いてきちゃうんだけども何も気づいてない様子ですよねで結構大反響でしたあのこれあちらではまああちらというのは欧米でベストゴーストビデオっていうようなことも言っちゃうような人もいて ただしでこれビデオに映っている男性の血縁者からもコメントがあって、はい、で彼から直接話を聞いたけども誰も見なかったし誰も声も聞かなかったというふうに言っております。でこのレーターについてのね説明って結構つけにくいのかな、うん、あのレっていうのはこのあの今トランクを探っている男性に関係している人なのか。 あるるいは土地に関係する人物ののレアなのかまたフェイクっていうことも当然ありますな意見はでもただねこの,この画像に映像に関してはフェイクっていう意見は本当に少なくて珍しいと言えば珍しいですよねまあそれだけ説得力があるっていうことなんでしょうか。でこれ映像をアップした人物本人も現場が人里離れた場所なんです結構まあ見ての通りで隣の家までかなりの距離があるっていう事実を明らかにしております。 で森の中長い距離を歩いてきてただいたずらするっていうようなことをするか第一半透明だからね何せちょっとおかしいな、うん、で昔ですね夏休みになると民放の午後の情報バラエティ番組で有名な寺院とか神社の、えー、宮司さん高名な宗教家の方々が出てきてゲスト出演してアドバイスを送ってましたねお祓いしなさいとかそういうような感じああいうフォーマットで情報提供が必要な時代っていうのまた来てんじゃないかな写真だけではなく映像という意味で。 はい、ということでいろいろ考えさせられる第7位でございました。